海散旧老草日朝。鎌倉時代制作平成11年、修復本堂内陣山と正面奥は本堂。境内左に、祖師堂。右に、栗客伝祖師堂祖師堂内、陣30番振動番振動表札客伝、倉浦明造寺は、愛知県小牧市にある日蓮宗の寺院で、3号は具徳山。管理、運営者は、宗教法人、明造寺。 創建年は現行4年1324年。自伝によれば、全国各地を布教しながら、旅をしていた旧老僧日朝が、高齢のため、旅が困難となり、地主の手厚い家を受け、地主屋敷の一棟を寄進された。この地で余生を過ごすことを決した日朝は、地仏像として片時もそばを離さず、千下の息を引き取る、その日まで、 旧事礼拝を欠かさなかった、日蓮像を住まいに法案し法華堂と称して、草案としたのが始まり。その後に、自家弟子の日胸が、遺言に従って、日蓮の御霊が眠る身の三苦道寺の御廟に、埋葬するため道中の搬送を考慮ししをダビに付した。日胸が再び、南外三村に帰って、地主と、 村民からの協力を受け、死の七回帰に合わせ本堂と九里を創建したと伝承される。東かすが軍史の書籍には、回帰以来、約七百年にわたり東山に古文書にて、伝承されてきた由緒とは明らかに誤った記述がなされている。明造寺は、約七百年の間、河南に一度も見舞われることなく現存する古文書、及び寺法によって、伝統を今日に伝えるが、 東カスガイ軍史には、妙蔵寺の歴史の裏付けとなる時報と重物たる、古文書に記された内容とは、大きく異なった内容で史実が書き換えられている。大正12年に、東カスガイ軍史の出版が行われる際、東山の遺書資料の提出には、東山に伝承されてきた、正確な資料文献と、提出書類との称号がされず、当時の住職による独断にて、 文中には伝承と異なった言葉が使われている。大正9年11月前後頃に妙造寺28世の代によって起きた出来事であることが、当時28世本人の手によるものと思われる下書き書類も証拠として現存しており、その内容から明白な妙造寺遺書伝の改ざんが事実であることが判明している。 参照文検三省。10月15日13時30分、周祖江式和山大法要。古くから、日朝成人の北家不況の功績から、富山北家と言われる、北家の信仰が根付いた地域の中に妙造寺があり、周辺は、歴史的にも古く、屋敷民家が密集した地域で、12日の夜間には、町人による北家信仰の工事で、辺りからも、お題目、 南む妙法蓮華経を唱える声や、木まさきの音。さらに、昔は、太鼓の音が響き渡る地域で、信仰の村という雰囲気があった。現在は、公衆の活動はさほどではないが、日中は日々、お寺、母さんのものの姿をよく見かける地域である。境内のトイレなどは、地域ボランティア活動やウォーキング。 社会福祉活動などで近くを訪れる人々へ解放されているので休憩などでも利用が可能。江戸時代に出版された当時の観光ガイドとも言える終わり名所図へにも掲載されていた四項素辞として名高い歴史を持つため現在でも御朱印を求めて来山される参拝者が多い。この両氏の陰号もしくは非号のどちらかがお互いに入れ替わって伝えられた恐れがある。 六世、魔女院日通か、七世、周平田院美等。六世、周平田院美等か、七世、魔女院日通。のいずれかの可能性もある。ありがとうございます。